漢字日本人は現代当たり前のように漢字を使います古代中国で生まれたこの文字は日本に伝来し独自の文字を派生させながら定着していきましたしかし過去には日本人が漢字を自ら手放しかけたことが何度もあり現代の日本人が日本語を漢字なしで書くのは十分あり得る話でしたではこれまで漢字には何が起こったのでしょうか また過去の日本人はなぜ漢字を廃止しようとしたのでしょうか今回は漢字廃止論についてご紹介していきますまず漢字廃止を最初に本格的に主張したのはあの日本近代郵便の父と称される前島ひそかでした前島は熱心な漢字廃止論者で1866年に漢字音廃止の儀を将軍徳川義信に献上します 国家の大元は国民の教育にしてその教育は市民を論ぜず国民にあまねからしめこれをあまねからしめんにはなるべく簡易なる文字文章を用いざるべからずその深淵交渉なる百科の学におけるも文字を知り得て後にそのことを知るごとき漢字を上になる教授法をとらず全て学とはその事理を解知するにありとせざるべからずと存じたて祭り候。 果たしてしからは温国においても西洋諸国のごとく音符字を用いて教育を敷かれ漢字は用いられずついには日常講師の分に漢字のよう音配し合いなる揃うようにと存じたてまつり前島の主張という。のは 国家の根幹をなす教育を広く行き渡らせる際に習得に膨大な時間がかかる漢字の存在はそれを妨げる障害であるため難しい漢字を排してアルファベットのような音のみを表す音符字つまりひらがなとととカカタのみを使用すするるべきでであるということです前島のこの思考は当時没落しつつあった深国の状況から大きな影響を受けています。 前島は新国があのような屈辱的な運命をたどることとなった根本的な原因は漢字という継承文字に読され西洋の学問や技術を導入できなかったからであり日本の教育水準が低く国力が振るわないのも先人が無形式に漢字を輸入してしまったためであると批判しました。 そして幸いにも日本には金文字というアルファベットと同類の文字があるのだからそれを活用し、漢字のような不便無益な文字は捨てなければならないと断言しています。前島の言う通り、当時の漢字は私たちが現在使う漢字よりもかなり習得するのが難しいものでした。 例えば「体」という単語を漢字で書く場合現在私たちは主にこの2つの漢字を使用しますが戦前においてはあらゆる漢字が存在しそれも非常に複雑な作りとなっていたため習得には膨大な時間がかかりましたちなみに前島はひらがな仕様の主張に基づいて日刊誌毎日ひらがな新聞紙を刊行し始めましたが 当時の一般市民は新聞を読む習慣がなかったのに加えて、漢字を使いこなす新聞を読む層にとっては逆に読みづらかったため、1年ほどで廃刊となりました。また、前島と同じような理由で、金持ちではなくローマ字を使うべきとの主張も一定数上がりました。漢字廃止を主張した明治初期の知識人は前島だけではありませんでした。副材吉は著書、文字の教えにおいて次のように述べています。 日本に仮名の文字ありながら漢字を交え用いるは甚だ不都合なれども大子よりの下切りにして全国日曜の書に皆漢字を用いるの習わしとなりたれば今我にこれを廃んとするもまた不都合なり今より次第に漢字を廃するの用意さんいつなるべしその用意とは文章を書くに難しい漢字をばなるだけ用いざるよう心がくることなり難し記事をさえ用いざれば漢字の数は2,000か3,000にてたくさんなるべし。 福沢は前島よりも慎重でまずは使う漢字の数を制限することを提案しましたこの著者の別の箇所ではこの本が使う漢字は2000字にも満たないがそれで用が足りているとも述べ漢字の数を制限しても問題がないことを示しました金文字論や漢字制限論よりもさらに飛躍した考えとして英語採用論が初代文部大臣森有紀によって考え出されました 森は若いうちから英国と米国に留学し米国代理講師や英国講師を歴任するなど人生の多くの時間を海外で過ごしました森は西洋の学問を学ぶ間に日本の発展に必要なこととは何かを考えその後文部大臣とししして日本のの教育制度の構築に尽力しました。そんな卓越した語学力を持つ森が日本語と英語を比較する中で考察した日本語の問題点は日本語の種類が多すぎることでした 当時の日本語は地域や身分教養などによって使う言葉が全く違っていました例えば土佐出身で現在の出雲市にある中学校に着任した教師はこう記しています「出雲に入ってまず驚かれる」は言語の異様なることなりあたかも外国に行きたる告知教育なき者と対話するには通弁を要するくらいなり小学校の教員にも五十音を正しく発音するもの少なし ある人いわく出雲にては十七音にてことたるとそれあるいはサラムイノダンとエノダンを混同しチトツヒトフリトルウトウシトスニトヌなどの区別つかずすこぼる機械なりこのように当時は日本人同士でも会話不能なほど日本語に大きな差があり日本人全員が問題なく意思疎通できるようになったのはごく最近のことなのです。 これに加えて話し言葉と書き言葉が全く違うという問題もありましたでは当時の文章の例として明治23年に発表された教育直後を見てみましょう「陳を思うに我が皇祖皇祖、国を始めること公園に床を立つることを信仰なり我が臣民欲中によくこうに億兆心をいつにしてよよそ伸びをなせるはこれ我が国体の成果にして 教育のまた実にこここに存す。このような漢文訓読調は、は一般人には理解不能ななもののでした。このような難解な日本語と口語と文語が一致する英語を見てきた森が出した結論は日本語の書き言葉は未熟な言語であり語彙が豊富で発展力のある欧米の言語を日本は採用しなければならないという主張でしたしかし森は日本語を完全に廃止して全員が英語を使うべきと述べたのではなく 英語を使うのはあくまで法律を書いたり高度な学問を学ぶ時および日本人同士で意思疎通ができない時のみとの主張でした実際に多数の言語が混在するインドでは共通語として英語が使われていますこのように明治維新では日本語に関する改革が数多く叫ばれたものの最終的には原文一致運動や金文字の整理 漢字制限、そして新たな言葉を生み出すことで、日本語は漢字を廃止せず近代化の波に対応していきました。日本語の変革期は明治維新だけではなく、それ以降にもありました。それは終戦直後です。終戦から3ヶ月後の読売新聞には、次のような社説が掲載されました。現在、日本の常用文字たる漢字がいかに我が国民の知能発達を阻害しているかには無数の例書がある。 特に日本の軍国主義と半動主義とはこの知能阻害作用を巧みに利用した漢字を廃止するとき我々の脳中に存在する封建意識の相当が促進されあのテキペキしたアメリカ式能律に初めて追随しうるのである文化国家の建設も民主政治の確立も漢字の廃止と簡単な音表文字の採用に基づく国民知的水準の高揚によって促進されねばならぬ。 明治維新と終戦期に共通するのは、人々の間に日本が欧米より劣っているのではないかという劣等感と危機感が蔓延していた点です。確かにアルファベットを使用している欧米のみが反映し、漢字を使う日本や中国などが遅れを取っていた当時の状況を目の当たりにすれば、そのような思想を持つことも不思議ではありません。漢字だけではなく、日本語自体を廃止しようと主張する人物も存在しました。 例えば小説家志賀直哉は次のように主張しました。私は60年前森有徳が英語を国語に採用しようとしたことをこの戦争中度々想起したもしそれが実現していたらどうであったろうと考えた日本の文化が今よりもはるかに進んだ板であろうことは想像できる日本は思い切って世界中で一番いい言語一番美しい言語をとってそのまま国語に採用してはどうかと考えている。 それにはフランス語が最もいいのではないかと思うもちろんこれに賛同する声はほとんどなかったもののこのような主張が散見されるほど敗戦期の日本人は自信を失っていましたそんな中 GHQ は占領政策の一環として日本語をローマ字表記にする計画を立ち上げます GHQ のジョン・ペルゼルは「日本語は漢字が多いために覚えるのが難しく識字率が上がりにくいため教育が遅れている」 とといいう偏見からこの計画を立案したと言います。そこで GHQ が日本人の読み書き能力調査を行った結果日本語の読み書きが全くできないものはわずか2.1%にとどまり GHQ の予想を大きく上回ったことから日本語はローマ字化を免れました。しかしその後も GHQ と日本政府は将来的な漢字廃止を目指して当分用いる漢字である東洋漢字を1850字設定します。 しかし東洋漢字表は1981年に廃止されその間に漢字廃止の世論が弱まったどころがししこの大きな一因としては1978年に登場した日本語ワープロが挙げられます。それまではタイプライターやワープロで漢字を書くことは非効率であり実用的な面でも漢字が大きな障害となっていました。 それが日本語ワープロの登場によって大幅に改善されたことで、現在の日本においては漢字廃止の声はほとんど聞かれなくなりました。では日本以外の国ではどうなったのでしょうか。実は海外でも同様に漢字廃止論は存在しました。まず漢字文化圏の中で現在漢字がほぼ使われていないのは北朝鮮、韓国、ベトナムです。 まず韓国ではかつては日本語と同じように漢字混じりの形態が取られていたものの、ハングル専用法の制定や一時期漢字教育を廃止したことにより、特に若年層はほとんど漢字を使いません。北朝鮮でも同様に戦後漢字が廃止され日常的に使われることはありません。 ベトナムにおいても古来より漢字を使っていたものの、フランスによる植民地支配の間にアルファベットによる表記が普及し、現在では漢字は使われていません。朝鮮語やベトナム語は、まさに日本でも提唱されたカナモジロとローマ字論の実例と言えるでしょう。一方、漢字の本家である中国でも漢字廃止が主張されたことがあり、中華民国時代にロジンは、漢字が滅びなければ中国が滅びると述べています。 中華人民共和国成立後は、漢体字という従来より簡易な漢字が普及しました。それに対して、香港、マカオ、台湾では旧来の漢字である漢台字が今でも使われ続けています。よって現在、今や漢民族の国以外で漢字を使用している国は日本のみとなりました。明治維新以降、たびたび廃止されかけた漢字でしたが、日本人は今でも漢字に親しみを持ち、日々新しい言葉が生まれては消えています。 私たちがわずか100年ほど前の文章を見て古風な響きを感じるのと同じように今私たちが日常的に使う漢字や言葉が古い日本語となる日が来るのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。